こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。ここでは、小学校算数、第三学年、分数について考えよう、を学習します。1時間目は、分数の表し方などについての学習です。では、問題です。1メートルの紐を3等分したら、 一つ分の長さは何メートルになるでしょうこの問題をノートに書いてください。ビデオを止め書き終わったら再生してください。問題は書けましたかでは次に。 この問題を図で表してみましょう。ビデオを止め、書き終わったら再生してください。図は書けましたかこれが1メートルの紐を表した図です。これを3等分します。 この3等分したうちの1つ分の長さですから、黄色の部分になります。この1つ分が何メートルになるかを考えて書いてみましょう。ビデオを止め、書き終わったら再生してください。では答えを見てみましょう。 1>, 1メートルを3等分した長さの1つ分の長さはこのように表します。ここまでの学習をポイント1としてまとめます。1メートルを3等分した長さの1つ分の長さを1メートルの3分の1の 長さと言い,い、3分の1メートルと書いて、3分の1メートルと読みます。ポイント1をノートに書き、声に出して読んでみましょう。ビデオを止め、ポイント1をノートに書いて読んだら、再生してください。では、 二つ目の問題です。一メートルの紐を三等分した長さの二つ分の長さは何メートルでしょう。この問題をノートに書いてください。ビデオを止め書き終わったら再生してください。問題は 書けましたかでは次にこの問題を図で表してみましょうビデオを止め書き終わったら再生してください図は書けましたか まずこれが1メートルの紐を表した図ですこれを3等分しますこの3等分したうちの2つ分ですから黄色の部分になりますこの2つ分が何メートルになるかを考えて書いてみましょう ビデオを止め、書き終わったら再生してください。では答えを見てみましょう。1メートルを3等分した長さの2つ分の長さはこのように表します。 ここまでの学習をポイント2としてまとめます。1メートルを3等分した長さの2つ分の長さを1メートルの3分の2の長さと言い、3分の2メートルと書いて、3分の2メートルと読みます。ポイント2をノートに書き、声に出して、 読んでみましょう。ビデオを止め、ポイント2をノートに書いて読んだら再生してください。分数の表し方と用語、分母や分子が表す数の意味についてまとめます。① 分数の表し方と用語2は 分子分数の線の上の数3は分母分数の線の下の数です丸 ② 分母・分子が表す数の意味 ② は2つ分何等分したもののいくつ分かを表しています 3は3等分。元の大きさを何等分したかを表しています。ここでビデオを止め、まとめをノートに書き、声に出して読んでみましょう。最後に練習問題を解いて力をつけましょう。ビデオを止め ノートに書いてみましょう。全部終わったら再生してください。練習問題の答え合わせをしましょう。一、7分の1メートルは1メートルを7等分した長さの1つ分の長さです。二 1>, 1メートルの4分の1の長さは、4分の1メートルです。丸 ③ 1メートルを5等分した3つ分の長さは、5分の3メートルです。いかがでしたか今日の学習はこれで終わりです。よく頑張りましたね。